豊洲市場は2001年に移転が決まってから高濃度のベンゼンなどの有害物質が土壌から検出されました。東京都は対策としておよそ850億円をかけて地面の下2メートルの土を入れ替え、その上に 2.5 メートルの土を盛ったことから安全性に問題はないと説明してきました。しかし今日までに市場の建物の地下部分で盛り土が行われていないことが東京都への取材で分かりました。小池知事は先月31日、土壌の安全性の確認が不十分だとして豊洲市場への移転の延期を決めました。